ファミコンソフト大全集。どうもタブヤンです。はい、今回はマザー2ギーグの逆襲続きをやっていきます。前回ね、女の子のりこちゃんを仲間にしましたので、このね洞窟多分ね二つ目の音洞窟だと思うんですけど、探検したいと思います。ただね、のりこちゃんの強さがねまだレベル1なんで、注意しながら進みたいと思います。注意ってどうやって注意するかわからないですけど、レベル上げながら行きましょう。おお、すげえ。あまりに敵が弱すぎて倒す、これは嬉しいな。おお、のりこが一気にレベルが上がっていく。もうレベル4ですよ。すげえ。ライフアップ。あ、タブヤンしか覚えてないんですね。あ、それしなくてもいいのか。レベルアップしたらヒットポイントは満タンですもんね。モグラ。あ、緑だったら自動で倒せる感じなんですね。のりこのサイは、敵一列にファイヤー、敵一人にフリーズ。PK フリーズアルファ。おお、強いじゃないか。いいねー。お、一気にレベル 6? サイコシールドアルファを覚えた。いいねー。なんかありました。大きなお守り。ボディに装備するパラライシスから身を守る。へえ。大きなお守り。いいんじゃない?オッケー。いる。いっぱいいるね。うわうわ、いっぱい来た。オートで。結構コウモリさんは強いね。おーおーおおお。え、のりこがスマッシュ攻撃力もあるじゃないか、のりこ。これはレベル上がるでしょ。おー、オッケー。強さ?回復しときましょう。レベルいくつ今?レベル7。おー、一気に上がりましたね。一回お宿に戻ってもいい?うわー、なんかでかいやついますよ。強そうなやついるね。この辺りの雑魚を倒してね、レベル上げたいね。コウモリさんの立場考えてる。なんかぬいぐるみがダメージ受けてるんですけど、どういうこと?ああ、ぬいぐるみも死ぬんじゃない?なんか、フライングマンみたいな感じかな。PK サンダー。すごい、どんどん覚えていく。なんか不気味なところですね、ここ。あれ、こっち行き止まりかな。あ、なんか宝箱あるけどね。あ、なんかでかいクマ。うわ、来た。クマまで来た。大丈夫これ。あー、ぬいぐるみ壊れたー。命敵。ちょっと、あー、やばいやばい、死んじゃった。
やばい、スマッシュ受けてる。うふふ、どうしよう、回復しようか。ライフアップ、タブやん。やーばーい。うわ、すげえ攻撃力だ。マジか。うおー、やばい。ガッツで回復しろ。よし。うわ、強いな、こいつ。あいた、たたたた。こいつ戦ってはいけないやつかな、このクマ。めっちゃ強いやん。あー、やばい。これで倒せ。うわ、まだかー。やばいぞ。おー、なんかすごいね、攻撃。もう一回いけ。うー、これで倒せるでしょ。よーし。1521。すごい経験値。これ回復ですね。死んでるし、もう。参ったな。退却ですね、これは。退却。あー、敵いる。やばい。あー、やばい、背中取られた。これ倒せるでしょ。あれ、サイが回復できる方法あるかな。ライフアップ。やばいな、これ一旦町に戻りたいね。戻れるんでしょうか。生きて戻れるのか。のりこちゃんをちょっと強くしないと、もう、いや、無理かもね。ワルブルモグラ。顔が悪そうですもんね。タブヤンは強くなっていくんですけどね、こうやって。おー、怖い。ワルブルモグラ一匹だったらね、怖くないよね。結構空振りが多いのが気に。あれ？あ、帰ってこれた。これどうすんだったっけ？生き返らすの。病院かな？病院ってどこだったっけな？ヒーラーさんかな？あ、お金ないし無理か。この人直してくれないよね、ただでは。柔らかくする、ビリビリを取る、お祓いをする。やっぱお金いるのか。しかも生き返らせるのはやっぱりなんか別だね。のりこちゃん、せっかく仲間になったのに。ここか、お金。引き出す。いくらかわからないから全部持っていこう。のりこちゃん、この先生かな？抜いて抜いて。見てもらおう。のりこ。これ違うね。この人かな？柔らかくしてもらおうか。のりこはダイヤ状態じゃないな。お祓いをするかな。
取り憑かれてはおらん。あれ？わかりにくいな、マザー2。のりこ。ああ、これか。ああ、やっと戻った。もう画面が赤いと気持ち悪かったね。とか、で、宿屋的なのはどこだったっけ？ん？このね、ハッピーハッピー村嫌いなんですよね。いや、マップが見れないんですよ。あ、ここだ。タダで止めてくれるとこ。はーい。いやー、もう二度と来たくないね、このハッピー村。さっさとあそこをクリアしたいね。もう、ブルー教団のとこは嫌ですよ。ここは出れるのかな？牛。出れるじゃないか。ショートカット。あ、お金預けていかないとね。いつ死ぬかわからないからね。預ける。死んでもね、大した影響がないというか。さあ、もう一回行こう。山登り、山登り。山じゃないのかな、ここは。のりこちゃんの成長にかかってるんだ。え、どれくらいのレベルまで ?144。お、タブヤももうすぐだな。レベル20の大台に乗りそうですね。なんか、仲間まだ一人しか助けてないのに、レベル20って、だいぶなんか中盤戦じゃないですか？そんなことないのかなぁ。早く仲間見つけたいんだけどね、他の。そういう意味では結構サクサクレベルは上がるんですね。レベル90ぐらいまであったりしてね。わかんないんですけどね、初見プレイなんで。あ、ここはこれ、グッズか、クロワッサン。そんなもう食べるだけじゃないの？クロワッサンって。ねえ。ああ、しまった。背中取られた。なんだ、クマみたいなやつを避けれないのかな。タブヤンレベル、なんとかついてますよ。3アップ。成長期か？おー！ライフアップベータ、いいね。あう。なんか、レベル10になった。いいんじゃない？どんどん成長してよ。なんかボスとかいそうですね、こういう。あ、忍び足で。よし、かわした。かわしたぞ。あ、なんか回復。蜂の子。マジックバタフライ。いいんじゃない？これ何回も出てきたらいいのにね。ここに、おーおー、クマが来た。あ、出てくる、何回も。いいね、マジックバタフライ。あ、一匹だったら倒せるんじゃない？で、この攻撃アシスト、攻撃的に PK サンダーやってみようか。当たらなかった。何それ？のりこちゃん？のりこちゃん、だから回復系じゃないからどんどん使っていった方がいいのよね。
なんで当たらないの？サンダー。フリーズ行こう。おー、いいねもう魔法使い系なんだね、のりこちゃん。いいし、わかったぞ。やっとのりこちゃんの、避けろ、避けろ、避けろ。よーし。わ、またいる。あー、やばいやばいやばい。サイコキャラメルって何？あ、PP 回復。へぇ。避けたいな、これ。あー、ダメか。これ使う。敵一列ってどういうことだろうね。あ、でもな、なんかボスがいそうだからな。ちょっと、温存しとこうか。あー、やばい！温存する余裕ないか。PK フリーズで。お、固まったって。動けるようになった。よしよしよし。ライフ、あ、こういう、並び方？ライフアップのベータ。アルファで十分だね。あ、満タンコマンドが欲しいな。あ、なんか光ってる。これボスじゃない？ヒットポイント満タンだね。念のために最高キャラメル食べとこう。よし、これで準備万端。ボスじゃない？多分。よく来た！単純だね。ここは2番目のお前の場所。あ！やっぱり音の。しかし、今は私の場所だ。なんだそれ。そういうなんか、繰り返しネタなのか。私の場所ね。って？モグラか？巨大モグラ。PK フラッシュ。催眠術とかいいんじゃない？シールド。シールドしようか。えらいディフェンシブな。サイコシールド。サイコシールド。あらま、死んじゃった。なんだそれ。一人ぼっちになっちゃったよ。もうパラライシス。お、なんか聞いたぞ。おお、しびれて動けない。いいんじゃないこれ。サイコシールド。お、パラライシス、なんか効いてるね。PK アメリカン。PK アメリカン。かき消した。なんか、オフェンスアップ。あ、しびれて動けない。チャンスですね。叩け叩け！もうゲームセンターのモグラ叩きみたいなもんですね。お、しびれてるやん。のりこちゃんを生き返らせたいけどな。一人で買っちゃいました。すげえ経験値。うわ、のりこちゃんにもあげたかったね、この経験値。あ、来た。音？黙ってよ。タブヤンは赤い帽子をかぶった赤ちゃんの幻を見た。
タブヤの持っている音の位置がリリパッドステップの音を記憶した。二つ目、なるほど、音の意思。え、どうやって戻るんだろうこれ。わあ、自分で戻らないといけないのこれ。きついね。問題なし。いや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 、あー、帰りは徒歩か、きついなー。まあでも、全回復してるんだね。はい、じゃあ、帰りは帰り道帰っておきますので、何回帰りっていうね。次回ね、の、お家に帰りたいと思います。両親が心配してるんでね。はい、今回はここまでにしたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。二つ目の音の意思取ったぞー。それではまた、さよなら。他にもファミコン動画がたくさんありますので、よかったら見てください。チャンネル登録がまだの方は、ぜひぜひ登録をお願いします。